の子はデリケートなあの穴の奥の汚れにも敏感だって本当ですか？アニメの映画見に行くの？ママもうそういうの卒業したか思ってたわ。なんてママは言うけれど、どうして好きなものを卒業しないといけないのかしら。前失礼します。ん？何？この人ギャルだ。小連れ？違う、一人で見に来てる。わあ、チャラッチャラとしちゃって。大人にグラプリが分かりまして。ダメちゃん、このメガネで変身するんだ。メガネジ、メガネでメガネワールド。グラプリメタモルフォーゼ。今こそ私たちプリンセスの力を見せる時だよ。みんな頑張ろう。最高であった。隣のギャルはほら、やっぱり寝ちゃってるじゃない。やばい、超よかった、マジやば。あの、これどうぞ。すみません、ありがとうね。しかし、うちの図書館も学生っぽい利用者が増えたな。夏休みか。お願いします。あ、はい、貸し出しですね。利用者カードをお願いします。そういや、この子はいつも制服だったな。私服か、ほんと夏休みだな。9類文学小説、1類哲学書、2類歴史関係。相変わらずな選書だな。この子は学校で友達とかいるのかしら。まあ、ジョークを言えるような友達はいるみたいだな。よかった。お嬢起床、朝のストレッチ。お嬢やっぱ強いね。部活動の助っ人、予習復習など。終わった。あら、ずいぶん早いですね。今日は火星さん、ホームシアターの準備お願い。何か見たい番組でも。うん。お前それ盛りすぎやないか。あ、やだ、チャンネル変えたん。ごめん、この映画どうしてもだからお願い。なんで？だって、オタコやお嬢と見ようねって約束したもん。この作品は、監督がもともと浪費家で、撮影スタート早々に予算が尽きたんだけど。お兄黙って。君たちの友情こそ、真の宝じゃ。ねえ、ちょいと妹様よ、起きてる？ちょっと買い物頼みたいんだけど。嫌です。なんでよ、あんたも使うでしょ、私のヘアマスク、買いそうなやつ。ダメです。もう夏休みですっかりたるんでる。あ、やば、じゃあ行ってくるね。いてらいてら。今日はあれが終わるまで外出できないのだ。昨日寝る前に飲んでおいたこの便秘薬、うっかり外出中にでも効果が出ちゃったら大変だもんな。暇だからおたこにでもメールしとくか。便秘1週間目っと。しかし便秘太り関係なく、このところお腹が出てきたような。こんなもんだったかな。夏だしお腹は。あ、そうだ、これ着てみれば。中学の制服。おお、スカートの腰回り全然大丈夫だ。どんなもんです。便意来ないな、もうお昼なのに。そしてオタコからの返事も来ない。よし、もうちゃっちゃとお昼食べちゃおう。辛い袋麺と卵、もずく、昨日の残りの野菜炒め、スパイダーメンできた。スーラータンメン、いただきます。キュル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 。おお、おたこからお返事来てるやん。なっか、便秘の返事だけで。ああ、便秘には腹筋を鍛えるのがいいのか。そういえば王子は腹筋がっちり割れててかっこよかったな。おお、おたこ、腹筋の鍛え方まで書いてくれてる。豆だな。なになに、
正しい腹筋の鍛え方は、まず膝を軽く曲げて、後頭部を浮かせた姿勢からおへそが見える程度に頭を上げるっと。よし。おへそが見えるまで。見えん。ペテッ。ペテッペテッ。ペテッペテッ。ペテッペテッ。おー、綺麗にできた。男に見せよう。見て、ペディキュア。グラデとツヤがいいっしょ。うん。今お兄の罪プラ崩してんだけど、塗装のコツなどあれば教えてくださいませ。罪プラ崩す？何それ。よーし、次は右足のグラデやっちゃおう。左右で綺麗に揃えたいな。ペテッ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 。すみません、お荷物です。いますよ。キャッスル、キャッスル。やっと塗り乾いた。あら、そういえばさっきの荷物。ああ、やっぱ私宛てじゃん。なんか頼んだっけ。おお、おへその汚れケア用品。雑誌のアンケで応募したやつだ。早速試そうっと。なにこれすっごい。こんなに取れるんだ、面白い。もっとやりたい。は、なんですと。へそのごまを取らせて。ごめん、何言ってんだかわかんない。だってお嬢だとへそのごまとかなさそうだし。知らんがな。その頃のお嬢。え、いくち。お疲れっす、先輩。ああ、遅いぞ君は。はい、乾杯。乾杯っす。まだ配達のバイトしてるの？まだってなんすか。してますよ。こっちはもう大変よ、保険医は。思春期の若者どもの相手すんのはね。そうっすか。あ、でも約束、若い子の肌見放題よ。羨ましいでしょ。いや別に。なんで？配達じゃそんな機会ないでしょ。ギャッスル、ギャッスル。あ、すみません、お待たせしちゃって。お荷物どうもありがとうございます。はい、ハンコです。そうっすね。ないっすね、若い子の肌見る機会。やっぱそうなんだ。まあ興味ないっすけどね。ふん、じゃあつまり年上好みってことか。なんでそうなるっすか。メガネ同士でキスをするとメガネがぶつかって邪魔になるって本当ですか？注文どうする？うん、あ、ペパロニのピザあるじゃん。ねえオタコ、これペパロニのピザ半分かしようよ。ペパロニといえば、海外のスラングででっかい乳輪のことペパロニって呼ぶんだってね。そうなの？ペパロニのあのサイズでそういう扱いなわけ？らしいよ。まあギャル子の乳輪はペパロニよりモルタデッラって感じだろうけどね。モルタデッラって何？ネタが細かすぎたか。でっかいソーセージだよ。モルタデッラ。そんなにでっかいわけないじゃん。人類の限界だね。まあそれは置いといて、女子に比べて男子ってさ、乳首さんあまりにも無防備すぎない？なぜ急にそんな話を？今日来るとき電車で、前の中学生の子、シャツ直に着てて胸のポチリがさ。ああ、それそれ、ほんと目のやり場に困るわ、ああいうの。まあ別に当の男子は恥ずくないんだろうけど。いや、メンズのニップレスとかあるよ。え、それマジで？色とか形とか気にしてる男子もいるみたいで。そうなの？でも水泳の時とか。で、結局どうする？ペパロニのピザ頼む？いや勘弁、もうなんか乳首にしか見えないわペパロニ。てい！お、メガネでオタコに変身。もう見えないからやめや。メガネってさ、キスするときに邪魔じゃないの？特にメガネ同士とか。いいから返せ。知らないよそんなの。顔傾けるから当たらないんじゃないの？ああ、そっか。どれどれ、こんな感じに。
どう？当たらなそう？だから見えないってもう。どう？もうちょい傾けた方が。お墨のお皿お下げしますね。こんな時お嬢がいたらな。メガネ、私も。こんな時お嬢がいたらな。キス、見て見て、さくらんぼの軸舌で結べるよ。お嬢今家族で避暑地だってね。オタコのとこにもハガキ来た？持ってきてる。あ、そう、これうちにも届いたわ。外国の避暑地か。北極かな、これ。北極にポストってあるの？いやー、面白かったね、劇場版カリバーン。うん、特にあのカリバーンとカレドブルフの無言の連携が。いや、ま、そこそこ楽しめたけどね。俺はちょっと詰め込みすぎた気がしたかな。もうちょいじっくりと。よし、よし。むっちゃ興奮してたくせにな。辛口だと通っぽいと思ってるんだよ、きっと。うるせえ。これからどうする？腹減った、まず飯食おうぜ。で、映画館にもいたけど、あの男子ずっと3人でいる。タイプ全然違うのに夏休みに3人で遊ぶって一体どんな関係なんだろう。チャラ男はさ、バカ呼ぶなよな、それクラスのあだ名だろうが。外でそれ出しちゃダメだろ。あ、ごめん。なんだと、秘密の呼び名のある関係なの。あれが相手チームのエース、噂のソニックミートか。フットサルとは思えん体格やな。どうも相当に凶悪な選手のようね。そうなんですか、リーダー。きっとあの体格と重量に任せた凶暴で力づくのラフで卑劣なプレーで攻めてくるんだ。ま、そんな卑劣な相手に負けはしないけどね。ん？お、どうも、今日はよろしくです。いや、ソニックミート、思わずかなり失礼なあだ名を。肉？いやー、そんなあだ名はそれ多いですよ。もう単にデブってるだけなんで。あ、なんか普通にいい人だこれ。とはいえ油断せず集中して。あ、あ、私がナックするわ。肉、パワープレイヤーとかどう対処しろって言うんすかこれ。リーダー膝笑ってますやん。映画とかでたまにあるんだけど、でっかい怪物がその上足も超速かったりすると絶望感マジヤバいよね。まあ現実でもカバとかめっちゃ速いしな。布面積が少ない過激な下着ほどむしろ値段が高い傾向にあるって本当ですか。ジース、お待た、待った。いや、私も今来たとこ。で、どっちだっけ、発表会のあるとこ。確かお嬢からのハガキに道順が。残暑の子、オタコ様におかれましては中略。さて、この度私の大叔母のピアノ教室の発表会があり、末席ながら私も演奏させていただきますので、よければお越しくださいと。会場への道順もハガキに書いておきますね。まず駅を出てから左手に進んで交差点を渡って右手に進みます。右奥を覗くと美味しい和食屋さんがあります。また反対の左奥に少し進んだ先のタバコ屋さんでは店番の猫ちゃんが握手してくれます。かわいい。これいちいち全部やってく必要あるの？ねえ。おお、なんか着いたっぽくない？ここだね。こんにちは。どうもです。はい、招待状拝見します。このハガキでいいですか？拝見します。少々お待ちくださいね。至急です。はいはい、そうです。ええ、九段のお二人が参られました。
大変お待たせしました。私メガを席までご案内します。なんだかえらいことになってきた。ただの発表会なんだよねこれ。みんなめっちゃうまいね。うん。お嬢の出番は？次。お嬢の演奏は本当にすごかった。みんなで例の和食屋さんで夕食。その衣装素敵だね。本当に来てくれたんだね。ありがとう。もうすっごくすっごく緊張したよ。あ、衣装そのままで来ちゃった。いつものお嬢だ。うん。ご注文お決まりですか？はーい。揚げ出し豆腐の炒め煮定食。本日のおすすめは膳、お味噌汁はあさりで。いつものお願いします。かしこまりました。いつもので通じるんだ。カレーうどん。お先どうぞ。いつものカレーうどんになります。こんな豪華な衣装にカレーうどんの汁が跳ねたら。お先に。お嬢の食べ方は本当にすごかった。汁が跳ねるどころか音すら立てずカレーうどん食べる人初めて見た。お何あ、おせっかくだから3人で撮ってこうよ。いいね。うん。へえ、これ最新の機種だって。そういえばプリクラって結構悪ノリしてカップルがエロい写真撮ったりするじゃない。だから最近のプリクラは肌色を認識して露出が多いと撮影できないらしいよ。へー。私今日の服結構露出高いんだけど大丈夫かな。まあ今考えた嘘なんだけどね。あれ、こいつは嘘か。おお、ここがアニメ水行のカリバーンの舞台の神社か。セチー、これは24話で出てきた超ズヤとな。実の姉と弟感動の和解の名シーンがこの場所で。写真写真。巫女さんいるかな。あ、そうだ、今日買った設定資料集と照らし合わせて。大丈夫っすか。お、ギャルミコ。はい、これ怪我とかないです？ああ、どうもです。すみません、お恥ずかしいものをお見せして。いいえ、チンチンとかマンマンくらい見慣れてますんで。ああ、ヤリマンギャルミコビッチ。でもいい人だ。はかどらだね、宿題。あ、見てあれ。ああ、ほら、委員長。ほんとだ、委員長も宿題かね。じゃあ答え移させてもらっちゃおっか。やばい、真面目だから断られるって。でも聞いてみよった。宿題じゃない、別の本読んでる。なんか分厚くて難しそうなの。宿題以外に勉強か。やばい、頭いい人はやっぱ勉強してんだね。委員長。ん？委員長見習ってあたしらも頑張ったよ。宿題超はかどった、ありがとね。世界遺産の写真集を読んでいただけなのだけど。あ？夏休みにオカルトスポットを訪ねるおかこ。おどろーん。
フォカッチ今日ノリノリだね。なんかいいことでもあったんかな。ついに来てしまった。ここが大人の下着専門店。先輩もな、もうちょいスマートに誘ってくれれば。今日はゴム持ってるんだけど。とはいえ先輩がその気なら私もきっちり準備します。勝負下着って何これ、高い。こんな小さい布なのに。こんなもうただの紐じゃん。お客様、そちらの下着は大変お高いですよ。うちの店ならもっとお安くいたしますが。お姉ちん、なんでこの店にいるの。何って、同業としてリサーチよ、リサーチ。最近の中学生はそういう趣味なのね。せっかくお姉ちんの働いてないお店選んできたのに。やめて、メモしないで。これどう思う。ダメ、絶対。この後暇、どっか寄ってこうよ。少しなら。歌い足りない。まだ。お嬢まだ時間大丈夫。うん。お、偶然、どうしたの、みんなカラオケ。せっかくだし全員で大部屋取ろう。大部屋、流行りのみんなが盛り上がれる曲を歌う人、自分もそこそこ歌いつつ注文などの気配りを欠かさない人、マイナーな持ち歌の中からみんなが知ってそうなのを選ぶのに必死な人、マイペースな人。洋楽でもうまい。マイペースな人。映画でもうまい。マイペースな人。インド歌謡、なんだか知らんが超うまい。夏休みには一生忘れない大切な思い出ができるって本当ですか。こら、ちょっと、法事の間はダメだって言ったでしょ。ゲーム約束守れないなら取り上げるよ、スマホ。違う、今メールが来て。もう言い訳しない。まあまあ、スミちゃん、ほら、おじさんと男同士の話をしような。スマホのゲームもいいけどな、ちゃんと外で走って遊ばないとダメだぞ。ゲームばっかしてるからそんななよなよしてるんだな。おじさんは毎日野球をしてたからこんなに大きくなれた。あくまで来るに。すいません、俺ちょっとお手洗いに。ビビ、ほらな、ゲームしてるから足がしびれるんだぞ。思わずそのまま飛び出してきてしまった。いいんだ、どうせみんな笑ってたし。もうこの子は。そういえばさっきのメールは誰から。やーい、クセタのバーカ、何してる。私今家族で牧場に来て乳搾り体験中。羨ましい。羨ましいわけねえだろ。ブースブース。へえ、すっごい可愛いじゃんこの写真。つか仲直りできたんだね。いや、やっぱりプールの時の少年だ。超偶然。あれ、膝血出てるじゃん。見せてみ、見。痛い？大丈夫です。へえ、そっか。親戚のおじさんがそんなことをね。私もよく言われたな、そういうの。つか今でも言われるし。そんな格好だから成績がとか、自分の若い時はどうとか。大人さんたちも子供の頃はそういうこと言われて嫌だったと思うんだけどね。はい、絆創膏貼れました。かさぶたいじっちゃダメだよ。俺、子供だからってバカにされてるのすごく嫌で、でもいざ大人になったらそういうこともきっと忘れて、俺もそういう人になっちゃうのかと思うと、だったら大人になんてなりたくない。これで忘れたりしないでしょ、少年が今日思ったこと。夕方の鐘だ、そろそろ帰らなきゃっと。じゃあね、少年も気をつけてね。ありがとうお姉さん、俺今日のこと。絶対忘れないです。どう、お姉ちゃん、
セクシーな乳絞り取れた？バッチリバッチリ、お姉ちゃんが最高のセクシー撮影したわ。イエーイセクシー、イエーイ。セクシーの定義が崩壊したって本当ですか？やばいパナイモレアゲジョンジョイ。飲む？飲む。それ飲んだらちゃんと寝るのよ。明日からあんた新学期でしょ。はーい、新学期か。ん？何、お兄バラエティ見てるの？珍しい。神社探訪か。巫女さん、ボケなんか最近ボケーっとしてるな。大学生は休み長いからな。こっちは明日学校だってのに。そうそう、頼まれていたお写真の方できていますよ。あ、むふー、明日学校でみんなと何を話そうかな。話したいことがいっぱいある。